皆さんこんにちは。リクエストがございました。 UX の559トリトトンのアイテム攻略です。編成はメガ樹海の入れ替えプラスプラス、ロゼリアのハイパードレイン、カップブルーのタイプレスコンボ、ランドシェイムの眠らせる。私がよく UX 攻略でこれまでも紹介してきた戦法ですね。眠らせてお邪魔完封の上でタイプレスからのメガ樹海大増殖、前半でロゼリア4マッチ以上があればハイパードレインを狙う、そんな感じです。難しさ表記は4、難しいですよ本当に。ノーアイテム、初期配置次第でロースがですね、眠らせるのかハイパードレインを打つのか入れ替えるか。でこの場合だとロゼリアの4マッチがまずないので、ハイパードレインは打てない。でランドシェミの眠らせるのも3マッチなんですよね。なのでここは樹海院の入れ替えでいきましょうか。どう入れ替えましょうかね。まあ決まらない可能性ももちろんあるんですけど、こういきましょう。あ、入れ替わらない。メガ進化しちゃいます。入れ替わった。ここは眠らせたいところですね。あれ、あー眠らない。眠ってくれると非常にありがたかったというかね、これ眠らないとこの編成積みますからね。鉄ブロックのお邪魔に対処できないんで、自力で眠らせる。あとはもうタイプですから、ガンガン増殖を狙いだけですね。今なんか地道に頑張ってはいますけれども頑張ってますね。これタイプですから決まってたらむちゃくちゃ大きいですよ。樹海院タイプレス樹海院が狙いそうもないので、上の方でコンボさせて、あ、いけたいけた、よしよしよし、いいですよ。ハイパードレインを打つかどうか迷いますね。もう3分の1ぐらい削ってるんですよね。もうタイプレス にしちゃいますか。あ、失敗してるタイプレス大増殖お願いします。いいですよ、気持ちいいですね、決まると。で、もう眠らせる一択です。眠らせる、ここはどうしましょう。タイプレスからの樹海、あーまた決まんないそんなにコンボしませんでしたけどね。タイプレス樹海、頑張れ頑張れ、あーいいですね、頑張った。これはタイプレス樹海にしてもね、そんな多分増殖しないですね。樹海の数がそんなに多くないんで、一旦こうします。で眠らせる、あー眠らない、マジか、済んだかなどうでしょう、なんか頑張ればいけそうな気もしなくはないんですけど、あ、いけそう、いけそう、ギリ、普通のコンボでいいんじゃないかな。こうタイプです、あと1手、これでどうです、タイプです、あ、行けました。ちょっと一回お邪魔許しましたけど、ギリギリ行けましたね。前半の方で非常にコンボ頑張ってくれましたんで、なんとかお邪魔一回許してクリアできましたけれども、
ただ鉄ブロック GK 消せなくなりますので、この編成の場合は。なので基本はもうお邪魔完封前提ですね。今回はたまたまうまくいきました。でまあそれ以外の編成で行くんであれば、まあ当然ノーアイテムで行く以上はランドシェイミの眠らせるは外せませんので、そうするとやっぱりあれかな、タイプレス2枚重ね、こうですかね、これの目隠し定消去にするのが多分一般的かなとは思いますけれども、ただね、指定消去の指定消去を使っても、まあ、鉄ブロックには対処できるんですけども、10回ほどの、ね、爆発力ってやっぱないんですよね。タイプレスからの大コンボ指定消去でも十分狙えますけども、やっぱりこの10回の爆発力っていうのは通常のコンボにはないものを持ってますので、でこれノーアイテム攻略使用するとやっぱり1回2回じゃ多分すんなりいかないと思うんですよ。それらの回数こなさないとクリアできないと思いますので、まあ、毎回毎回指定消去でやると結構しんどい部分もあると思うんですよね。なので私は10回にしました。はい、というわけで、まあ、一応眠らせてタイプレスでいけば指定消去でも10回でもいけると思いますけども、まあ、10回ではいけましたけども、難易度表記は4ということで難しいので、挑戦される方は頑張ってください。ではありがとうございました。